はい、ご紹介していただきありがとうございます。信長の野望大使、リズパートキット。これは天王山シナリオの、南部、信長編、第14話ですね。南部と信が、ね、一緒なので、なんか言いにくいですね。はい。取引を行いましょう。ちょっと時間が空いちゃったら忘れちゃった。どういう状況になってるのか、どういう状況なのか忘れちゃった。これ買ってるね。うん、行こうか。ここも多分勝てんじゃないの。2万つと、うん、勝てるね。うん、大丈夫そうだね。じゃあ進めていこう。ここは多分、あー、すぐ取れる。多分ピロピロでしょ、これ。1時ペース差で、はい、黒黒でしたね。相手にならねえよ、はい、行くぜ。こっち武将いないね。うん、進め。多分速落ち。ああ、ここも武将いないじゃん。ポン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 は出してくれる。走り抜けますね。うん、でこう勝てる。騙し抜き、勝ち抜き。そしたら、お市場とかここら辺、1万で来る。じゃあダメだ。1面上ここだ。唐沢山。ここに集めなさい、あなたたちが。勝てるんじゃないのこれ。あ、負けるかもしんない。我が部を持って、勝った。戦場有利だったんだね、ここね。あ、違う、国衆で勝ったの。国衆で勝ったようなもんですね。はい。やっぱ戦争対面はね、強いですわ。うん。戦争対面はね、一歩もないのはね、あれはね、時間、クリアできないわけじゃないですよ。時間がね、かかるんでね、ダメですよ。勝ち時を上げよう。うん。進むのだ。でね、リクエストとかもね、うん、絶対、自分クリアできなかったんで、解説の方をね、うん、やってくださいとかって言われれば、気合が入ってね、うん、楽しんでできるんだけど、特に思い入れとかも絶対ないだろうっていうようなね、感じでのリクエストとかね、やっぱりね、やっててつまんねえとかって思いながらね、やっちゃうんでね、うん。そう、うん。なので、そこら辺はね、うん。ですけど、まあ、もう、ちょっとね、しばらくの間、リクエストはやめようかなと思ってるんでね、受付はね。これは多分最後じゃないのかな。勝ち戦だ、うん、勝ちどきを上げ。ことじけなし。あとは自分でサクサクなんかね、できるようなお家のやつね、やっていきたいなと思いますよね。出陣する。うん。楽しんでできるのをね、楽しんでね、やっていきたいなと思います。まあ、申請もね、すぐにね、多分もうじき申請も発売するでしょう。勝ち時を上げよう。小田城ゼロじゃないですか。取れますね。うん。ここ、強行24日、早いね。江戸城強行24日。最高じゃないですか、江戸城。こんな硬いお城。ここ、強行36日。ここもどこのお城だ？小田城、これ、城 A とかの城ですよね。お得ですね。方位46日、いいですね、ここもね。これ勝てるね。うん。勝てるから来ちゃうんだよね。乱世に我が名を響かせん。こっちもそのまま行けばゼロだからもらえるね。いざ参る、進め。うん、こっちとかもゼロだね。こっちとか。武将いない。そうだね。取ったばっかだもんね。取ったばっかだから、武将いなくて当然だよね。標高19日、早いね。参戦で。新鮮が出ると、やっぱり、慣れるまでね、結構時間かかると思いますからね。報告いたします。多分荒れてないのかな。申請出たばっかの頃は、ね、ライブ配信でちょっと教わりながらね、見に来てくれた人も、そういうのをちょっと勉強しつつ、ね、動画を上げずにちょっとライブ配信で勉強しつつね、
やっていきたいなとは思いますけどね。これ1万ぐらいでいいかな。1万ぐらいで。1万ぐらい。まあ、多すぎる。多すぎる。1万2000のこれ。このぐらいで。前進せよ。いざ参ろう。この辺から、ここは。ほう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 。やっぱさ、これさ、こっちに行ってもさ、こういってもさ、前進せよ。こっち当たるでしょ。うん。で、あと他にもなんかいるからな。ああ、雪村さん。俺を信じて、前へ進め。あ、雪村さんは信じますよ。強いですもんね。己を信じて、前へ進め。うん。皆の力、合わせよう。勝ち戦だ。勝ち時を上げる。だいぶ小さくなってきたね。いい感じですね。じゃあこれはこっちに来るか。2万はこっちに来る。行こうか。2万こっちに来るか。行きます。ここで当たってちょっと減らそうか。出陣する。1万は減らせれないと思うんだけどね。これで2万5000ぐらい出しといて。出陣するぞ。行くぞ。この辺ちょっと置いとこうか。出陣するぞ。うん。あ、なんかしない。改ざんした。うん。まあいいかな。じゃあ進めていきます。どきや。相手にならねえよ。行くぜ。ゼロ。出陣するぞ。じゃあこんな感じで進めていきます。立ちはだかるなら。いいね、エゾで落ちましたね。じゃあこっちに17,400。進みます。進めていきましょう。方位。とりあえず方位で、ちょっと様子見よう。攻めと来られたら厳しいんだね。ここは、強行46。これ、秀吉さんにちょっと味方ついとこう。これ、秀吉さんに味方につくことによって、終わるまでは秀吉さん攻め込まれないですからね。五関越。うん。そろそろね、戦争できる頃なんですよ。秀吉さんとかの方ね。うん。なので、まあ今ついておくのは、ベストかな。うん。じゃあ進めていきます。強行18日ですね。これ勝てるんじゃない？あ、勝てないか。で、こっちが来れば勝てるね。うん。オッケー。ここ勝てるね。あ、戦場見てなかったな。兵数差では、あ、勝てるね。勝ち有利ね。ありがとうございます。勝利の光が、我が道を照らしている。かたじけない。いいんじゃないんですか。もう、あれだね、このまま、刀狩りも持ってるんで、生きた。うん、まあいいでしょう。ついとこうかな。ついとこうか。助立いたす。まだ、死にとうない。ああ、ねがこいさん。ああ、死んじゃった。未否定になっちゃったね、姉が公式からね。飽きないよ、始めましょう。はい。報告いたします。では、先月の収支。歩兵ですね。結構取ったんでね。ご命令。歩兵やりましょう。歩兵。結構取ったね。うん。これこのぐらいでいっか。かしこまった。もうこの辺多分もう使わなくなるんだよね、多分。とりあえず。かしこまった。入れるだけは入れとくんですけど。かしこまった。はっ。はっ。
結構手抜いてるね。かしこまった。ああ、でも江戸城はあれだもんね。取ったばっかだもんね、今ね。この辺か。かしこまった。防衛やってるね。国見でもやってるね。あとこの辺だよね。宇都宮とか取ったもんね。鳥山も取ってる。かしこまった。太田、ここはもう、まあ、何取った場所だね、きっとこれ。うん。いいんじゃない？ポイントも結構溜まってきたんじゃないのかな？うん。あと7ポイント。うん。そしたら、これがまたピューっといって、うん、まあ、さーっといけば多分なんとか、いけそう。じゃあちょっとこれも、準検場を作る準備しましょう。撤去、撤去、撤去。もうこの辺、新設で準検場を作って、はっ、かしこまりました。もう最終戦のね、準備ですね。はっ、準備しておきます。かしこまった。はっ、はっ。ここら辺を作って、かしこまった。こんなのは全部撤去します。いらないのは、もう、兵糧もいらないんで、ここら辺、この辺も撤去しちゃっていいね。このぐらいちょっと撤去して、全部準検場この辺、追っ立てます。まあ、ね、城にかかるかからないはどうでもいいです。はい、理事長ね、見てないんです、最近ね。はい。承知いたしました。やっぱね、最終戦のね、時はね、かしこまった、城にね、かかるかからないじゃなくて、承知いたしました。この辺周辺はね、全部ね、立つと、何気にいいわけです。承知いたしました。受けたまわります。はっ。これ結構届くね。いいね。はっ。うん。はっ。かしこまった。かしこまった。はっ。そしたらこの辺もあれじゃないの？一気にもう。プラス10ぐらいでいけちゃう。あいやいや、キヨスあれかね。大焼けの辺を作らなきゃダメじゃんね。はい。変なところを作ってましたね。ここだね。はっ！この辺はもうこんなもんか。うん。まあ、優位に戦えるようになるんじゃないのかな、これで。はい、では、北条さんをね、まず潰しちゃいましょう。これで、闇取引。我が心指し、必ずや果たしてみせる。じゃあ、取引を行いましょう。買います。取引を行いましょう。悔しいなぁ。商業を進めよう。ちょっと待って、商業が結構早かったのかな。早い感じで進めてるのかな。かしこまりました。うん。なんか、商業が一枚だっても進んでいかないね。でも、5、6年経ってんじゃないのかな、これ、始めてからね。起きな！相手にならねえよ！行くぜ！進め！まあ、東北はお金が貯まるっていうようなね、感じで覚えておけばいいのかな、としたら。こんな感じで。進め！この城、もらい受ける。じゃあ、ちょっと、こっちの方に。ガンガン。我に続け。これ、好意にして交渉しようか。もう、どんどん交渉できるところはね、最初から交渉できるんで、交渉していきます。いただくとし。どこの城いただいたの？ここか。じゃあ、ここ行けば。しようか。いいんじゃないのかな。進め。休校12日、いいね。これ、強行にしとこうか。
いずれの方が早いんだけど、交渉の手とかよりさ、こう強行した方が出やすいんで。まさき。全部解放。強行投下。強行16日、いいね。交渉出てるね。6日じゃいいわ。まあ、出てないね、交渉ね。覚悟なき者に負けはせぬ。おー、雪村勝ったね。じゃあこっちの方が早い。どっちが早いんだろう。己を信じて。14日で。前へ進め。14日、これ解散しよう。で、進みます。強行70か。ここは、できれば、無理ですよ。この城、いただくとし。北条さんはね、あれですよ。ちゃんと同盟を結ぶ気があれば、ね、結んでくれれば、別に普通にこっちは、ね、同盟延長するつもり満々でしたからね、最後までね。これ交渉、あと1日。弱い相手にも、容赦はしないぜ。片付けない。速攻渉できるんで、速攻渉します。で、もうね、落ちる寸前なので、もう全面解放だけで。我が部の前に敵はおらぬ。あとは、これはもう返そう。返して、これも返して、大丈夫だね、兵数で勤務。じゃあこれも返しちゃおう。水攻めにしよう、ここは。志果たせぬか。洪水がすごい。報告いたします。これより表情を始める策がございます。何を取ろうか今度考えてたら今回全然あんま進んでないね。わ、兵糧流通いいね。商業とこれか。これにて表情を終える。これで兵糧の流通はね、増える。お米がいっぱい買えるようになりますね。じゃあ、歩兵しよう。歩兵。あ、ここもいらないよ。ここもいらないや。かしこまった。ここもいらないか。はっ。ここもいらないか。はっ。もうあとちょっと落ちるもんね。かしこまった。で、あと、あれかな。この辺はちょっと入れとこうか。普通に。はっ。かしこまった。はっ。ここをちゃんと防衛して。はっ。うん。したら、どこまで減ら、ゼロにしようか。ここのラインぐらい？このラインにしようか。ここをゼロにして。はっ。まあね、さっき入れたりとかしてた場所ですけどね。かしこまった。あ、もういらないね。かしこまった。こっちから使うようになると、兵糧は逆に持たないし、戦争期間中にほとんど、もう、使い物にならないね。
あれですかね。強度だけ減っちゃうだけですからね。ここから使うもんですね。この辺ぐらいから減らしとこうか。かしこまった。はっ。かしこまった。かしこまった。はっ。かしこまった。武将いるんだ、結構ここら辺にもね。かしこまった。もっと手前にね、出てきてくれるんだけどね。みんな後ろに行って、働きたくないってね。みんなね、言ってますね。はっ。かしこまった。じゃあこんな感じかな？うん。ここら辺残ってるね。かしこまった。で、まあ、ここら辺とかもゼロですね。はい。ということで、最終決戦のね、準備がね、終わったかな。ところを買おう。取引を行いましょう。ちょっと増えたね。うん。で、商業進めて。承知いたしました。では、ちょっとね、一貫一進めようか。交渉がついてる、交渉。とりあえず交渉ついたら交渉。小田城交渉ついて、ここはどう？で、交渉ついて、交渉しよう。ここはどう？交渉はついてない。交渉ついてないね。じゃあ2箇所ぐらいかな、交渉ついたのね。じゃあ進めていきまーす。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ！かたじけない。返しまーす。交渉します。全面解放お願いします。全面解放お願いします。はい、ありがとうございます。たわいもないものだ。よかったよかった。4万これ結構ね、票を食いますからね。うん、よかったよかった。あ、このぐらいだったらもういいかな。うん。これで4万ちょっとぐらいでしょ。うん、共同の減りも問題ないと思う。報告いたします。ご命令を。はい、ではね、歩兵の方をね、やります。あとはもうこの辺ちょっと入れとこうか。ちゃんと。こんな感じかな。はい、ということでね、第14話かな、ご視聴いただきありがとうございました。